日本福岡県北九州市八幡東区、高見高見は、現行行政地名は、高見1丁目から高見5丁目。郵便番号は805-0016。八幡東区東部に位置しており、戸畑区と隣接する。地区の南側を東西に田渕川が流れ、地区の北側は、丘陵地になっている。かつて同地には、 新日鉄八幡製鉄所の幹部社宅が整備され、製鉄所福利厚生施設として、グラウンド、テニスコート、購買会などがあり、丘を挟んで隣接し、製鉄所の社宅や寮、陸上競技場などを整備した戸畑省が谷と合わせて製鉄所による開発が進められた。21世紀に入り、新日鉄都市開発による高級小建て住宅地、 高圏三条を含む45ヘクタールにおいて住宅市街地総合整備事業が行われており、緑地、板別川、桜並木などの自然環境を生かし、桜と水辺と触れ合いの街をテーマに高級住宅街として整備され、道路、公園、河川、商店等の一体的整備が進められている。高圏三条は2003年1月24日に福岡県の 第15回福をかけぬ美しい町づくり賞における町並み景観の部優秀賞を受賞している。なお、一角に末吉光一前北九州市長が市長時代に建設した市長工程は売却され、新日鉄都市開発によって再分譲された。貢献クラブ平坦な土地と水がある。この地には古くから人間が住んでいたことがわかっている。現在の貢献付近からは、 弥生時代から古墳時代前期の自然流路や高槻、壺、亀といった多くの土器が発見されており、水辺で採取を行っていたと考えられている。また、奈良時代から平安時代にはすでに安定した地形となっており、中世以降には水田となっていたことが判明している。江戸時代は武前国菊群板光村や筑前国音賀郡八田村に属していた地域であり、 同地内で、部全国と地区全国の国境となっていた。1906年に、農商務省が、板光村、月田の一部を、感謝用地として買い取り、1条から2条から7条に、区分けして整地し、製鉄所の職工感謝を置いたことで、住宅地としての歴史がスタートした。1907年には3条から7条に、長官や高等官、犯人の官の感謝が建築されたほか、 ドイツ人古問技師であったグスタッフトッペの感謝が、同海湾岸の貢献山から移築され、工業クラブとなった。このことからこの一帯を、貢献と呼ぶようになったと言われる。貢献山の由来となった、貢献神社は、製鉄所建設により1933年に、貢献に移転した。貢献クラブは、製鉄所の迎賓館として使用されており、1954年に、 昭和天皇が九州巡行を行った際、貢見クラブに滞在し一泊している。1916年には、貢見人上小学校が開校した。1971年の住居表示実施により、現庁域が確定した。新日鉄の工場が関東に増えた関係で、八幡製鉄所の社員が減少したことや、社宅として使用していた住宅の老朽化などにより、 社宅跡地を住宅地として開放し、マンション建設、宅地分譲などの再開発が、新日鉄グループの新日鉄都市開発によって行われた。また、板別川の市街地側の湖岸をなくし、自然環境に近い形への再整備事業が進められた。2004年からは、貢献夏祭りが行われている。祭りには、地域住民の他地域の学校なども参加して、 行われ、タレントが出演するなど、規模が年々拡大されている。製鉄所管社整地事業としての区分けだった1条から7条については、現在も、西鉄バス北九州のバス停、旧電車通りの交差点名称、再開発後の分譲タウン名称、板沿川に架か,かる橋の名称、銀行や商店等の支店名称などに、現在も使用されるなど、名残を残している。 貢献夏祭りの様子や渡製鉄所幹部住宅や、福利厚生施設が多く存在していた名残で、製鉄所関連施設が多い。北九州市の人口や旗東区より、1丁目から3丁目までの、合計。2013年10月28日閲覧。財団法人アジア女性交流、研究フォーラムアジア研究者ネットワーク第2回、研究会。 や幡東区における高齢者の居住問題。北九州市のホームページ住宅市街地総合整備。事業や幡古建築新日鉄都市開発ニュースリリース。福岡県美しい町づくり賞。高典三条小建地区が、町並み景観の部優秀賞を受賞。新日鉄都市開発高典三条完売に伴い、サイト閉鎖新日鉄都市開発高典三条。ありがとうございます。